義し王は平安時代の皇族、皇太子安明新皇の第一王子で、母は藤原時平の娘、人志義子、同母妹に広子女王がいる。父親王の隠れ子に伴い醍醐天皇の皇太子に建てられたが要請した。義し王母演二23年3月父の皇太子安明新皇が皇居。第五天皇は親王を相席するあまり、 4月26日に、新王の母、藤原恩氏を立候し、同月29日にわずか3歳のチャックス・オン・吉シ王を皇太子に立てた。東宮風には、藤原帝邦、東宮大部には、藤原康忠を任じた。ところが、吉シ王森津太子から2年余り経た延長を3年6月19日離病により5歳で、陽性し、同月22日に、神楽岡に葬られた。 安秋親王、吉寄王の父子は共に、藤原時平との血縁が深かったため、両者の相次ぐ皇居は、時平の追い落とした、菅原道真のたたりによるものとの風評も立った。天皇は、学孫の旧止を悲しみ、直上して末代まで、高村の立大使を戒めたと伝えられる。同年10月に二歳下の王子広明親王が、皇太子に立つと、藤原氏の着流は、 次第に、時平流から、忠平流に移っていった。墓は、神楽岡丘から近い京都市左京区吉田牛の宮町の住宅街に所在する円分に事情され、区内庁の管理下にある。ありがとうございます。